さて、お二人は吹奏楽部に所属をしていて、それぞれクラリネットとチューバを担当しているという情報が入ってるんですけど、合ってますか？はい。でも合唱もできると。はい。改めてじゃあ自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか？2年生の豊田花です。2年生の豊田さなです。よろしくお願いします。お願いします。豊田さん、豊田さんなんですね。双子です。似てる。あら、そうですか。なんかいろいろ意外なところがありすぎてちょっとツッコミどころが多いんですが、そもそもクラリネットとチューバをお二人とも担当してるのに歌も歌うんですか？4歳の頃から、学校とは別で合唱団に所属していて、で中学校で吹奏楽部に入って、チューバとクラリネットそれぞれ、はい。あ、では合唱部に所属しているわけではないんですね。ないですね。なるほど。じゃあ豊田さんというと分からなくなるので、ではサナさんにじゃあ続いては伺ってもよろしいですか？はい。じゃあサナさんも、あ、お二人ともほぼ同じようなことを言ってるんですけれども、サナさんもハナさんもハマってることありますか？じゃあサナさんから伺いましょうか。最近は K-POP を聞いています。 K-POP、 ハナさんはいかがでしょう？推してるグループを、はい、応援することです。それは二人とも一緒なんですか？違います。違うんですか？ちょっとお二人の推しをちょっとそれぞれ聞いてもいいですか？サナさんいかがでしょう？アイブというグループです。アイブ、私も大好きです。花さんはいかがですか？なにわ男子。結構系統がまた変わってなにわ男子で、私もなにわ男子好きですよ。そうですか。では双子で、あのクラリネットもチューバもそして合唱もこれからも頑張ってくださいね。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。